いっすわ。あいうえおですね。今日はですね、あのクリスと、二人で、そうですね、あのクリスがね、カメラの取り付けとかいろいろやってまして、それでそれのお手伝いでもなくてお邪魔をしたって感じなのかもしれないですけど、でそれとね、まあ餃子と、アンダンス、チキンのアンダンスとですね、まあ自分がちょっと準備して夕飯を一緒に食べて、ワインを飲みながらご飯をこの車で食べて、でその後ね、車の、そうですね、あのクリスの車はね、車に でかいテレビが何インチかわからないんですけどあって、ででかいスピーカーがあってね、いい音が出るんですよ、めっちゃね、なんか映画館の迫力がっていうとちょっと大げさになるんですけど、まあ結構いい音がね、スピーカーいい音を出してもらって、でミッションインパサボーっていうあのトム・クルーズの映画を見ました。ネットフリックスかなんかですね。で今日は多分安かったですね、多分あのここまあ金曜日でブラックフライデーっていうことで、でね私のバッテリーねまあハウスのバッテリーですね、車のバッテリーじゃなくてハウスのバッテリー、まあ鉛のやつで昔ながらのバッテリーでね、やっぱり5年ぐらいでもうちょっと最近ちょっと厳しいなーって感じで夜中にね冷蔵庫が止まったりするんで、あもうねあのバッテリー液も入れたりしたんですけど、ちょっとねもうそろそろ替え時かなっていうことで、でクリスもねあのバッテリーをねあのリチウムイオンバッテリーかなんかに変えたんですね。彼は460ワットかなんかのねでっかい一つのやつで460アンペアですね確かね。でそれをあの1500ドルったらもう20万ぐらいですか、高いっすね。それのバッテリーをでかいやつをね一つで460アンペアぐらいのやつを買ったっていうことで超満足っていうことでね私もね300アンペアのねリチウムイオンを買いました。それで100アンペアが3つなんでまあ300アンペアっていうやつなんですね。まあ今回はリチウムイオンということで、今回の普通のねバッテリーは今5年でねこうもう厳しいなっていう形だったんですけど、そのリチウムイオンのやつはね10年10年持つらしいんですね。でまああのブラックフライデーっていうことでディスカウントみたいなのもあって230ドルぐらいだったかな。まあ、3つ買ったんで、3つで、日本円にすると10万円ちょっとぐらいですかね。730ドル。まあ、ブラックフライデーのスペシャルかなんかで、本当だったらね、やっぱり1000、レギュラープライスで1500ドルぐらいするのかな、3つ買うと。で、それが、いや、もうちょっと高かったかな、安かったかな。まあ、あの、それがね、730ドルっていうことで、まあ結構ね、あの、ブラックフライデー、まあ LINE で買ったんですけど、あの、安くで済むことができたっていうことでね、ハッピーハッピーっていうことですね。まあ2、3日かかると思うんですけど、あの、デリバリーするのにね、だから、そうですね、結局まあねあの5日かね1週間後にはバッテリーに問題がなくねハッピーハッピーでね過ごせると思いますねまあね普通のバッテリーでねまあかなりねあのアラスカ行くまではね問題なかったんですけど、
まあ途中でね、アラスカの途中でもうバッテリーとかインバーターとかがね、おかしくなっちゃって。その後からもうバッテリーもね、おかしくなっちゃったんでね、UAO っていうことだったんですけど。バッテリー液がね、なくなると、DC to DC チャージャーっていうのもね、おかしくなっちゃってね。まあね、インバーターもね、取り替えて、で、まあ今回ね、ハウスのバッテリーも取り替えて、まあ、DC to DC チャージャーもね、うまくチャージできなかったんですよ。バッテリー液がなかった時には。で、今はね、バッテリー液があるんで、一応ね、すぐこう、DC to DC チャージャーからエンジンをかけて、バッテリーから、バッテリーに、ハウスのバッテリーにこう、チャージされるんですけど、まあでもやっぱりね、バッテリーの力が弱いために、夜中にね、止まっちゃったりするんですね。言うえよっていうことでね。まあそれで、まあちょうどいい機会かなっていうことで、バッテリーを今日、クリスと一緒に注文しました。まあね、そういうことでね、まあいろいろね、ありますよね。まあミッションインパソブ結構ね、結構面白かったですね。トム・クルーズの映画なんですけど。まあ内容はね、まあね、聞いたら面白くなくなると思うんで、皆さん。まあすでにね、ご覧になられたと思いますよね、映画館とかでね。まあ自分はクリスの車でネットフリックスかなんかで、今日、映画を見ましたね。その料金もね、繰り返しになりますけど。安かったってクリスは言ってましたね。ブラックフライデーっていうことで。まあ、いろんなのがね、ほらほらほら、失礼しました。まあ、冷蔵庫が動くとね、ちょっと電気がチカチカしたりするんですね。バッテリーが弱ってる証拠ですね。まあ、そんなところですね、今日は。ということで、またやさーい。またベジタボ。ピピ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